ばこんばんちは、キシトです。シャドウコリドー、続きやっていきたいと思います。プーさんこんばんは。で、前回 PC 版のシャドウコリドーやったんですけど、ちょっとね、なんか結構調べたところバグがやっぱり多いらしくて、結構進行不能に差し障まあ、影響するようなバグとかもちらほらあるらしいんで、なんで PS4 版を、買いました。はい。で、今回から PS4 版でね、プレイしていきたいと思います。で、PS4 版で、引き暮らしのね、前回暮らした回廊はやっておいたんで、次ここですね。はい。ムクロ流しの渓谷でいいのかな？はい。まあ、一応初心者でやっていきます。尺的な問題も含めてね。はい、ほおずきさん、こんばんは。で、プレステ4版だと、左下に、マップが表示されるというね、素晴らしい仕様みたいで。で、ライターとかも、選択してなくても、常に明るい状態になるっていう、親切設計ですね。はい、てつさんかな、こんばんは。で、水に流されて下に落っこったとこなんだよね。はいはいはい。あ、次のマップに来ると基本的にはアイテムは引き継がれない感じなのかな。はい。で、難易度初心者の場合は左下にこうやってね、マップが表示されるんで、まあ分かりやすくなってるっていう感じですね。こっちなんかあんのか？行き止まりだけどね、こっち。何か？爆竹？あ、いや、鍵だ。鍵があったね。また、ここはここで、違うステージなのかな、違う敵なのかな、同じ徘徊者なのかな、それとも追ってくるやつが増えてるみたいな感じで。あ、早かったと。で、まあ解除すると。はい、ハデスさんこんばんは。ライターもないのか。今んとこ走っても大丈夫だろ。ここは？あ、石ですね。これは道を照らしてくれる石ですね。お、下に降りた感じ。なんか船が座礁して上に上がってるけど、チェックポイントだ。嫌な予感だな。下には何もない。ライターとかないからな。とりあえずまあ地図があるんでね、もう地図があれば余裕っすよ。何が出るのやらだな。ここもなんかあんのか。あー、道があるんだね。早く合ってる。鍵が必要だ。で、レバーがあるね。は？やばいんですけど、これ。やばくない？これ。これどうしようってんの。逃げ場なくない？こっちまで来んのか、やつか。階段は降りてこないと思いたい。降りてきたら終わる。
ちゃ上にいんな。おお、こっち側にいんのか今。うわ、めっちゃブクブブルブルいってる。どこ行ったか。遠ざかってるかな、これは多分。なんなんだよマジで。一回こいつを巻かなきゃいけない。どっか巻けるとかあったか。ここで巻ける巻く感じ。え、でもこれ見つかるよな。これバレずにいけんのか。おお、やばいでしょこれ。戻ってくる前に行くしかねえ。でも走ったらまずいから。はい、反対側。はい、じゃあな。大丈夫大丈夫。アクションっすよ。なんなんだよマジで。結構大丈夫だったね。こっちがなんか行き止まりみたいな道か。ああ、水が流れてるんだ。この水の流れを止めるみたいな感じなのか。あ、焼ける。多分隠れ場所がないから見つかってたらやばいね、これ。完全にステルスだね。マジ？いるな、泣く女。やつがいるってことは、マガ玉があるのか？やばいやばいやばい。あー、てかレバーがあるね。爆竹ないとちょっと無理だぞ、この子に関しては。多分このここに爆竹が絶対あるはずなんだけどな。あー、あるっぽいね。あるっぽいね。これ爆竹だよね。はい、取る。二つかな、とりあえず。レバーがある感じだね。はい、しんさん、かおりさん、エマさん、こんばんは。はい、そう、初心者プレイしてます。えいっ、ここで大丈夫かな。オッケー。シャンシャンが寄ってきたら終わりだけどなこれ。そこにいてくれ。オッケー。
もう用はないんだ。いつまでも泣くな。何があったか知らんが、泣いてたってどうにもならんぞ。強く生きろ。俺はお前を応援している。サワラだば。よし。で、水がやっぱ抜けた感じかな。上はなんだろうな。上もちょっと気にはなるっちゃなるんだが。あ、ここ鍵がかかってんだ。鍵がないといけないよね。こう来たんだもんな。鍵がいるっぽいですね。さあ、後半が見どころです。なんかやばいの出てくんの？後半になんかやばいの出てくんの？なんか変な音したらなんだ。なんだ、なんかカサカサ音してんだけど何。あ、鍵だ。鍵ってことはこれは上に行かなきゃいけない。フラグ、このカタカタ音してんのは何なの。何の音？何もなかったね、こっち。何この音？気持ち悪っ。なんか、からくり人形が動いてるような音してるけど。このステージまだ始まってもない。まがたまが表示されないわね。いくつ必要みたいな。で、鍵を使う。隠れポイントさえないしな。大丈夫このまま行って。なんだこのドーナツ型の部屋は。あ、階段か。落ちていくしかない。このまま落ちたら死ぬな。長えよ階段、長えよ階段。すげえ、下が見えねえ。まさしく奈落やんけ。やばい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 。階段が長すぎる。あ、やっと終わった。この階段どういう構造になってんの。壁に打ち付けてあんのかな。無茶な作りしやがって。でこっち側は行き止まり。何かありそうだな。あ、鏡と回復パッツ。これ調べていいのか。え？ワープゾーンみたいな感じ？しかも一方通行。これ回復だね。あ、出た。懐中電灯と、緑のやつ。この効果なんだっけ。あ、スタミナ回復速度が上がるやつだ。逃げきれんだったらこれが一番いいんだよね。何これ、ミミズ？
気持ち悪っ。何こいつ。別に害はならそうだけど。なんやねマジで。通路長いわ。いやこの洞窟も広そうだな。くるくる回ります。マジっすか。くるくる、え、はっ、なんすか、連れ去られたんですけど人が。何今の黒い影みたいなの。行って大丈夫なやつ。買い物リスト、ノート2冊、消しゴム、絵の具、リンスインシャンプー、自分のシャンプー、アイス。何これ。明らかになんかねえ、買い物ついでにここに巻き込まれたみたいな感じのメモだけど、ちょ、買い物行こうとしたらここに迷い込んだみたいな。何それ。ダメだよ、買い物したらまっすぐ家に帰らないと。寄り道現金で。何、何叫んでんの、誰、なんやマジで、うるさいわ。そんなに叫ばないで。なんかあるね。何、叫ぶ女みたいなのがいんの。ここ何、アンチかな。こけしだ、こけし。もうじき来る、そろそろ新しい敵。え、なんかいね、気のせい、気のせいか。これが動き出すみたいな感じに見えたね。おぞましい殺気が近づいている。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。なんやお前、なんや、貫通してきたなんやねんマジで。なんだお前障害物無視か。障害物無視マン来た。いや、カメラがね、撮れなかったんだよね今。はい、うるさい。これ戻るのが正解か。やばいやばい。鍵先に取ったらなんかカメラがね、うまく取れなかったんだよ。やばいよこれ。じゃあこれこのまま戻れんのか。壁貫通してきたら、それはちょっと手に負えないよ。手に負えないよ。よしよしよし。なんだあいつ。
めっちゃ叫んでるわ。しつけえな。どこまで追ってくんだ。永遠に追ってくんのか。しかもなんか見続けるとやばい感じだったなあいつ。道細すぎる。急げ急げ、騒がしい女が来たぞ。うるさい女は嫌いだ。うるせえ。やめろや。何をそんな叫んでるんだ。ゴキブリでも踏んだか。そういったら叫びたくなるだろうけど。これどこまで行くんだこれ。なんか怒ってる。飲む回復か。うるせえ。なにこれ、落ちんのが正解。落ちんのが正解。さっきはどっかへ消えていった。さっさとさっき消えてくれや。おお、うるせえ。マジうるさかったやつ。なんなんだよマジで。チェックポイント。足くじいたよ。飲む、ライト、カメラ、これは同じか。スタミナの回復速度上がりやったね。騒がしいわあいつ。どこだこれ。何これ、カメラとかで追っ払えんのかな。あ、追っ払えるんだ。うわあ、だからこんなカメラがいっぱいあるのか。チャージするまで使えねえ。はい、うせろ。レバーを引く。なんだこの芋虫ちゃんは。邪魔だっちゅうの。はぁ、うるさいわ。何をそんなに、そんなに苦悶してる。やべ、うせ。やべ。やっかましいわ、お前。うるせえ。こいつうるせえ。こいつうるせえ。マジでうるせえ。お前近所迷惑だぞ。そんなに叫んで。なんだこれ、足場がいけねえ。どうなったんだこの足場。しゃがむのか。なんだ、下に落ちたのか。構造がわからない。階段もあるけど固く閉ざされている。なんで。今回ライターないから暗いんだよな。鍵がかかっている。え、こっち。あー、うるさい。やっかましい。なんだいず。
なんなんだいつもマジで。うるさすぎるよ。耳が潰れるわ。あー鍵だ。あれなんて話がダメだな。バッテリーほどないんじゃない？ハイトレードつけた方がいいか。騒がしいわ、あいつ。うるさい、うるせえ。もういいからクソして寝ろよ。何時だと思ってんだよ。みんな迷惑でしょ。え？やばい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 。何これどうなってんの。どこ行くのこれ。道がないよ。やばいやばい。お、いっぱい、いっぱい写真。え？なに？と、時間が止まった。はしごができてる。なにこれ。やべ、俺の体力がマジやばかった。お？誰かいるぞ。生きた人か。止まれ。それ以上近づくな。近づくな。誰？助けてくれたのか。ああ。ありがとう。誰だか知らないけど。だが最初に言っておく。君となれ合うつもりはない。え？なんで？君に聞きたいことがあっただけだ。何？このライターに見覚えは？あ、俺のライターじゃないのそれ。祖父の形見だ。返してくれ、うん、なるほどな。おう、表面してる。ん？おう、呪いのようなものだ。君にもすぐにわかる。彼女誰だ。冷酷で残忍な化け物だ。この世界から出る方法を知るとしたら彼女だけだろう。普段は道が閉ざされていて会うことができないが、君ならば話は違う。ついてこい。お、生存者がいた。こけしちゃん。あれ、回復取れないの。回復取りたい。これ何？わがたまあるよ、3つ。そこで止まる。はい、あそこだ。うん。だが一つ忠告しておく。やつの口車には絶対に乗るなよ。ああ。髪切りをやる。はい。俺の力を閉じ込めてやる。あなたは一体。おぉ、ほう、死にたくなかったら早く行け。なんなのこの人。あ、クリアした。案外あっさりクリアできた。はい、27分で次のステージ行ってみるか。じゃあマガタマ集めるとかじゃなかったんだね、このステージは。でも道中取らされた部屋があったから、あれは多分ノーコンティニューで行けば開くと部屋なんだろうね。わあ、ああいうやつって分かってれば行けたのに。
深淵。彼は一体何者だったのだろうか。そして冷酷な化け物と呼ばれていた彼女とは一体。出口を知るとしたら彼女だけだ。いい予感などしなかったが、私はその言葉だけを頼りに暗黒の回廊へと足を踏み入れた。はいはい、というわけでじゃあ新しいステージ来たということでね、じゃあ、今回は一旦ねこの辺で終わりにしたいと思います。動画の方はまた次回ということで、それでは。